前に、戦前、戦中における日本の大型飛行艇の歴史について解説しました。戦後編は次回に作成予定といったきりで、お待たせしまして申し訳ありません。今回は、戦後の飛行艇開発の歴史を振り返り、最新の US-2 で使用される技術がどのように開発されて今まで受け継がれているかという観点で振り返ってみます。各機の詳細解説は、また機会があればということで。戦前に開発したものは、イギリス商都社に発注し、技師を送り込んで学んで設計、製造した旧零式2号飛行艇、学んだ技術をもとに、新たな考えやコンセプトを取り入れた97式飛行艇、空気抵抗の低減、徹底した軽量化のほか、しぶき対策にも取り組んで開発した2式飛行艇では、飛行速度、航続距離ともに優れ、当時は、世界一の機体性能を誇った。戦後、航空開発が再開されてから、初めて、飛行艇の大幅改造に取り組んだのが、UFXS という実証機。これは、後の対潜哨戒機 PS-1 に用いる技術の実証のため、アルバトロスを改造したもの。そして、その実証内容をもとに対潜哨戒飛行艇として設計したのが PS-1 で、波の大きな外洋でも利用可能となった。これを救難活動用に改造して滑走路にも離着陸可能にしたのが US-1 で、さらにエンジンの出力を大きくしたのが US-1A。最新の US-2 では、アビオニクス、搭載装備の近代化、機内の油圧化などの改造がされている。戦後の飛行艇については、PS-1 が作られてからは、すべてその機体を改造したものだ。PS-1 は、2式飛行艇の主任設計者である菊原静雄技師が、設計に大きく関わっており、戦前の技術、経験が現在まで引き継がれ、さらに発展してきたと言える。このように開発された日本の飛行艇の特に優れた点は、荒海の中でも離着水ができること。現在、飛行艇を開発、運用しているのは、日本以外では、カナダのボンバルディア、ロシアのベリーフの2社、あとは、中国で開発しているものくらいだが、いずれも運用できる波の高さは2メートル程度まで。新明和工業の US-2 では、波高3メートル程度でも着水ができる。飛行艇運用者にとって念願であった優れた大破性を、いかにして実現したか、そのあたりをまず解説する。川西航空機の後継である新明和工業、菊原静雄技師は、戦後に航空開発が再開された当時、ジェット機の分野では、世界の航空機メーカーにかなわないので、飛行艇で勝負しようと考え、波高3メートルでも使用できることを目標として研究を進めた。菊原が考えた技術課題は2つ。1、滑走時のしぶきの勢いを抑える技術。2、離着水を、非常に低速でできる低速離着水、エストール技術であった。一つ目のしぶき対策については、2式飛行艇でも検討していた。その際には、低体を高くして、波からプロペラを離し、さらに、通称、カツオ節というスプレーストリップを設置していた。今回、加えるのは、溝型波消し装置。周囲に水が飛ぶのがいけないので、溝に入れて後方に流せば、しぶきが抑えられるという発想だった。実は、2式飛行艇の開発時に、すでに、この仕組みを考案していたが、そこまでは必要ないとして実験は打ち切られていた。それを復活させ、一つ目の課題を解決した。もう一つの課題は、低い速度で離着水できるエストール性能。着水時の衝撃は、艇底の形状のほか、着水速度に左右される。艇底の形状は、欧米で研究が進んでいたので、それを参考にするとして、残りは、着水速度をいかに下げられるか。その手段として、主翼による揚力を高くするため、BLC、境界層制御を採用した。これは、主翼のフラップから空気を吹き出して、周囲の空気を巻き込んで、剥離を抑え、大きな揚力を得るものだ。これにより、風洞試験では、着水速度を、時速 83km、45ノットまで下げられた。さて、外洋でも利用できる飛行艇開発に必要な技術の目処はついた。この間、飛行艇の利用方法についても検討がされており、潜水艦をソナーで広域捜索する超音飛行艇を考え、自衛隊に提案をしていた。当時、潜水艦の高速化、潜航深度の増加への対応が課題であった。空中から投下して、水中の音を聞き取るその部位の性能はまだ低く、
艦地にはパッシブソナーが有力と考えられたが、ヘリでは搭載能力が低く、航続距離が短い。そこで、飛行艇に大型のソナーを搭載して探知するというわけだ。海上自衛隊では、次期対潜哨戒機、後の P-2J と組み合わせて、広域捜索、探知、攻撃をするという運用構想を策定。哨戒飛行艇の開発へと進むことになる。しかし、いきなり新型飛行艇を設計するのはリスクが高い。そこで、アメリカ海軍に依頼して、実験用に UF-1 アルバトロスを1機提供してもらい、改造することとなった。実は、新明和工業は、アメリカ海軍から依頼を受けて、飛行艇の耐破性を向上させる研究をするなどの関わりがあり、貸してもらえるよう、あらかじめ依頼をしていたという。このようにして提供されたアルバトロスを改造し、昭和35年、1960年度から荒れた海面でも離着水ができる飛行艇の技術実証機 UFXS の開発が進められた。これは、次期哨戒飛行艇を作る際の参考のため、4分の3サイズの機体として設計されている。大きな特徴としては、BLC、境界層制御用に T58GE ターボシャフトエンジン2機を搭載し、エストール性を向上。元はプロペラ2機であったが、4機に強化。機首部には、溝型波消し装置、波抑え板、左側面には、スプレーストリップを設置。尾翼は T 字型に変更。低速で着水する時の安定性を確保し、操縦を容易にするため、コンピューターによる自動操舵をする自動安定装置 ASE を装備。国産機として初の気力操縦装置であった。原型機を活用した部分の大まかなイメージを赤色で示す。新規開発ではないものの、大きく変更を行っていることが見て取れる。改造開発された UFXS は、先に紹介した技術を搭載し、想定の性能を発揮した。この写真は、ほぼ同じ速度、荷重条件での UFXS とアルバトロス UF2 の滑走状況である。しぶきの発生が抑えられていることがわかる。航続距離の関係で外洋に出られず、波高 1.8 メートルまでしか実証試験はできなかったが、その範囲では、着水時の衝撃も問題なく、設計方針が妥当であるとわかった。一方で課題もわかり、PS-1 を設計する際に改善すべき箇所を特定できた。UFXS の開発により、貴重な技術資料、試験結果が得られ、PS-1 の開発予算の節約、試験期間の短縮につながった。昭和37年、1962年度から、対潜哨戒機 PS-1 の基礎設計が開始され、開発が進められた。本機は、吊り下げ式ソナーを飛行艇から下ろして、潜水艦の探知を目標とした。アメリカでも、そのコンセプトで開発を進めていたが、中止となっていた。そういった経緯もあってか、アメリカ海軍は、非常に協力的で、参考用として、アメリカ海軍の吊り下げ式ソナーを提供した。また、PS-1 の開発予算が、見積もりよりも大幅に低く、負担できる額でもなかったため困っていた菊原から協力依頼を受けると、PS-1 試作 1.2 号機に搭載するエンジンプロペラ B3B の電子機器類の提供を、さらに電子機器に詳しい技術員の派遣までして、ある高官は、共同開発するくらいの気持ちというほど協力を惜しまなかった。アメリカ海軍の協力がなければ、開発はかなり厳しかっただろう。PS-1 は、胴体後部には、その部位や発音弾を投下する箇所があり、B3B、B2J と同等の対戦機器を備えている。胴体中央部に吊り下げ式のソナー、尾部に磁気探知機のマッドを備える。胴体中央部上部には、フラップに空気を送る BLC を配備。車輪はついているが、これは、陸に上がったり、走行をするための固定式のビーチングギア。滑走路で離着陸できるほど、頑丈なものではない。UFXS のように陸まで上げるのに着脱式のビーチングギアを水中で数十分かけてつけるよりは楽となったが、使用のたびに塩害対策として洗浄は必要である。こうして高度な技術を必要とする世界に例のないエストール飛行艇ができた。社内試験では紀伊水道沖で波高1から4メートル、風速時速15から56キロという過酷な条件下で荒海離着水試験が行われ、計画通りの性能を示し、波高3メートルで運用できるとされている。
ちなみに、この波高は、遊戯波高で表している。波には、次の波までの長さ、波長と、波の谷から、山までの波高がある。一定期間の波高を測定し、高い順に並び替えて、全体の3分の1の平均を取ったものを遊戯波高という。目視による波の高さや周期と一致するために、こうして表現している。波高3メートルということは、実際の波の高さは、2から4メートル程度が含まれていることになる。また、波の高さだけでなく、波の長さも大きな影響がある。この図は、PS1 を改造した US1 の着水実績であるが、波高4メートルで、波長が長い緩やかな波より、波高2メートル内で、波長が短い波の方が危ないこともある。多くの困難を乗り越え、完成させた PS1 ではあったが、その部位や情報処理装置の性能向上、潜水艦の能力向上により、飛行艇の優位性はなくなり、調達は打ち切られた。飛行艇の機体性能が優れているため、これを活かそうとして多用途化が検討された。PS-1 の開発完了後、すぐに救難飛行艇として利用する構想ができ、1972年から試作が始まった。改造箇所は、対潜装備、吸音材を取り除き、救難用装備を搭載、滑走路で離着陸できるランディングギアへの変更、圧収納用バルジの追加など、救助用ボートの出し入れがしにくいということで、4号機からは、出入り口を2倍強に拡大。作業箇所となるデッキ面も拡大。US-1 への改造は、機体構造の変更にとどまった。結果として、離水時の水の抵抗増加、入り込む水が増えて重くなり、エンジン出力が不足してしまった。そのため、1981年製造分からは出力向上型エンジンを搭載。US-1 へと改称された。初の救難飛行艇 US-1 へであったが、救難出動をするにつれて改善点が見つかった。余圧がないため、高度を上げて雷雲が越えられず、気流が安定したところを探して移動しないといけない。軽量化のため、吸音材を外した結果、騒音が大きく、聴診器が使えないし、安静が必要な患者にとって好ましくなかった。エンジン出力向上により、振動が大きくなった。搭載している電子機器や装備品が古くなり、更新が望ましかった。1996年から、US-1A 回、後の US-2 の開発が始まった。新明和工業を主契約会社とし、国内機体メーカーの協力の元開発が進められ、2007年に配備された。機体形状は大きく変わらないが、患者輸送環境の改善のために余圧キャビンを導入し、高高度まで飛べて悪天候を回避しやすくなった。プロペラエンジンの変更による出力向上、グラスコックピットの導入などの近代化、操縦性向上のためのフライバイワイヤの導入などが実施された。運用者、救助者にとってより利用しやすい飛行艇となった。これまでに1000回以上出動、1000人以上を救助、保護しており、広大な領海 EEZ を持つ日本で、いざという時に役に立つ存在となっている。さて、今回は、飛行艇の技術面に着目し、戦後にはどのように発展してきたかを解説しました。戦前、戦中に培った技術を活かして、BLC を装備した当時最新のエストール機 UFXS PS-1 運用しやすく滑走路での離着陸を可能にし救難活動に特化した US-1 アビオニクス搭載装備品等の近代化余圧キャビンを取り入れた US-2 その時々に最新の技術を取り入れ知恵を出し合い最善の機体にしようと取り組んできてその技術経験が受け継がれてきたことがわかります。最後までご覧いただきありがとうございます。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。またよろしくお願いします。